こちらは静岡市出身でおなじみの春風亭昇太さんと広瀬アリスさん。今日静岡市を訪れ、今月完成したばかりの歴史博物館を PR しました。だから相当綺麗な人だったのね。未来の。今月グランドオープンした静岡市歴史博物館を訪問したのは、静岡市出身の女優広瀬アリスさんと、同じく静岡市出身で商店の司会でもおなじみの春風亭昇太さん。歴史博物館には徳川家康や今川氏の歴史が展示されているほか、戦国時代末期の道と石垣の遺構なども展示されています。今年は全国的に徳川家康への注目が高まっていることもあり、2人は家康の鎧や生涯などに触れ理解を深めていました。博物館ってやっぱりこう場所がねすごく大事だと思ってるんですけど、本当に駅からも近いし、公園のすぐねそばにあるで、言ったら目の前に実際の史跡があるわけで、そこに立っているっていうのはね、立地は素晴らしいなと思いますね。で実際調査したら戦国時代の道が出てきて、ね、それをそのまま展示してあるっていう、さっき一緒にこう見てたんですけど、はい、本当にね迫力がある展示で、すごいいいなっていうふうに思いました。全部がとても状態がいいものが多くて、レプリカだと思っていたら昇太さんが、いやこれ本物なんだよとおっしゃってて、とてもびっくりして、なんかとても見応えがあって、時間が許す限りもっと見たかったなって、ゆっくりと思いましたね。